最近しぐれよりいろいろなあれこれでね、書類系を出さなきゃいけなくて外に出たタイミングがあったんですけど、その時36度で死ぬかと思いました。本当にもう本当はね、その郵便局とかに行こうと思ったんだけど、すぐあまりに暑くて、でその時割と睡眠不足でこれ終わったなと思って、何も摂取せず出たことに後悔しね、もう目的地行く前にカフェに入ってとりあえず水分取ってから行きましたもん、あまりのやばさにね。プライムデー最高急に関係ない話をプライムデー最近やってたじゃないですか。そうなんか欲しいなと思って、みんなにね欲しいものをねとか買ったものを聞いたんですよ、ツイッターで、ね、参考にしようと思ったら終わってたわ、プライムで。結局私洗濯機の洗剤買って終わったわ、まあ、それ買うだけでなんか主婦みたいな去年はパスタソースとか買ったのにな。みんななんか買いました？今更聞いても私ももう買えないんでグヌヌってなるだけなんですけれども、なんか買いました？なんかね、私かすかにねアップルウォッチが若干気になってるんですよ。なんか健康管理ができるって聞いて体温とか分かったりするらしいんやん。しぐれより運動しないくせに健康志向はね気持ち高いんですよ。でもさ、やっぱずっとつけてるのめんどくさいしさ、なんか他の腕時計は全然つけないけどつけれなくなるのかなとか、そもそも腕時計つける習慣ないからさ微妙かなとか悩んでたら終わってたわ。ちゃんと外に出るんだぞ。外に出なくてもなんかいいらしい、良くないんだけど、外に出なくても使える機能がいっぱいあるらしいの、睡眠のあれこれとか。でもね高いのよ、アップルウォッチって。天下のアップル様だからさ、だからこういうタイミングじゃないと買わないかなって思ってたけど、こういうタイミングでも買わなかったわ。うん、朝歩けば暑くないぞ。朝はね今から寝るよって時なのそうだからね、ちょっと寝る前に歩くはだるい。じゃあ日落ちてから歩けばいいんか。やるかもけどさ、私目的ないと歩けないんですよ。でもそういう人多いんじゃない？だから目的とするとスーパーとかになるんだけど、夜ってスーパー開いてないからねもうダメなのどうしたらいいの？わかる？やっぱりわかる？そうなんかね、マジで何も目的なく歩くってのができなくてね。そうだから散歩だけできないんだけどね。どうすんの？散歩趣味にできないかも。ピクミンブルーム、ピクミンブルーム家からでもお花咲かせれるから。スペイン村やな、スペイン村まで歩くのだやばいだろただでさえさアクセス悪いのにただでさえ遠いのにさアクセス悪いって言うな。悪いよ、言っておきますけどねいやスペイン村はめっちゃ素晴らしいんですよ。でも三重県民として言わせていただきますと悪いアクセス今週末スペイン村行きますよえでもめっちゃいいとこなんで、夏とかなんかひまわりとか咲いてたんちゃうっけ。めっちゃいいとこなんでぜひともね乗っていただきたいんですけど、じゃあドイツ村村だったらいいって話じゃないんですよ。ドイツ村ってどこだっけね、東京にあるんでしたっけ、ちょっとわからんわ。いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。